秋の臨時国会もしくは来年の通常国会の提出を目指す考えを示しました。これは皆さんもご存知の通りかと思います。衆議院で公明党と合わせて議員人数3分の2はもう確保しています。そして参議院でも同様です。これは何を意味しているのか、紛れもなく近いうちに憲法改正の国民投票が発議されてしまう可能性がある。自民党は2020年に自民党の憲法が施行されるよう準備を進めています。スケジュールは比較的窮屈ではありますが、今の現行日本国憲法の効力がなくなってしまう日は近づいています。自民党改憲草案の全文からは民族主義を日本により根付かせていこうとする自民党の意図が透けて見えてきます。今まで国を愛するのも愛さないのも個人の自由ではありましたが、これからは全ての国民が国を愛していき、そして国を信じなさいと、そしてさらに国民の自由や権利に関する部分においてかなりの制限が盛り込まれているのは言うまでもありません。これらは紛れもなく独裁政権へと進みゆこうとし、そして何よりも全近代化している証拠なのであります。この憲法改悪を阻止するために私は今日ここ官邸前に来て、一人の市民としてこの事実上の大統領選挙のような自民党総裁選を阻止するためにここでスピーチをしています。私の目の前にいらっしゃる皆さんは大丈夫ですが、問題なのは安倍憲法改悪の恐ろしさを知らない人たち、そしてそもそも政治に興味のない人たちです。自民党による憲法改悪は民主主義を根本から否定しようとしています。そして近代文明を否定しようとしている。私たちが21世紀に生きていることすら否定されようとしている。安倍憲法改悪は今でも実現されてしまいそうです。私たちはこれらのことを全ての国民、そして全ての日本列島に住む人々、そしてこの世界に住む全ての人々に知らしめる必要があります。全ては民主主義の根幹をなす主権在民の原則を否定しようとしているからです。私たちは特定の政党のために生きているわけではありません。私たちも特定の政党、政権から人権を賜っているわけではありません。人は生まれながらにして平等であって自由を有し、しかもそれは国家であろうが、どの政党であろうが誰も侵害されません。けれども今このような近代社会当たり前の考え方が脅かされています。今自由を平等、そして真っ当な人権を欲している全ての人々、私を含めて目の前におられる皆さん、安倍憲法改悪の暴挙と戦う必要があります。自民党改憲草案の36条現行憲法の拷問禁止規定からわざわざ絶対にという副詞を削除しているのは
多くの方もご存知の通りだと思います。そして96条国家緊急権、外国のクーデターの時によく聞くあの戒厳令が日本でも発令されることが出てくるのです。このような社会になってしまうのを阻止するためには、もちろんこのような官邸前や国会前での大規模な抗議行動も大事ではありますが、もっともっと大事なのは、私は個人的に思うことですが、自民党改憲草案の恐ろしさを知らない人々にその恐ろしさを知らしめることも同様に大事なことだと思います。この安倍憲法改悪に対抗できるのは私たち国民一人一人であります。未来の社会をどうしていきたいか、それは私たち国民の手にかかっています。むしろ未来は私たち自身が作り上げていくものです。私たち自身が戦わなければ、その未来は完全に権力者によって、権力者の思いのままの未来になってしまいます。最近ツイッターで安倍晋三は独裁者というハッシュタグが流行っております。選挙で政党に選ばれているんだから独裁ではない、確かにそうでもあります。しかしあのヒトラー、彼も選挙で政党に選ばれた総知事です。ヒトラーを主導としたドイツの結果は言うまでもありません。誰でも知っています。しかしなぜそうなったのか、それは人々が国家を監視するのを怠ったからです。人々がヒトラーを神のように信頼してしまったからです。学校で歴史を学んで何をするのか、それは悪しき過去を繰り返さないようにするためです。今私たちはヒトラー、スターリンのような悪しき過去があったことを知っています。それらを繰り返してはいけないのです。自由と平和と、そして真っ当な人権がこの日本列島に住まう全ての人々に世を限りなく保障されますように。どうか皆さん、今 YouTube のライブ放送でもありますでしょう、そして今夜もしくは明日放送されるであろう、今私の話を聞いていらっしゃるテレビの前の皆さん、共に戦っていきましょう。それでは私たち自身の未来のためなのです。どうも、ありがとうございました。どうも。